変身。あのですね、あのご主人様はすいませんか。出た、下の暗記じゃねえ。このコーナーはくじによってランダムにキャラクター性格お題を選び、あらゆる無茶ぶりに対応していこうって、ごめんなさい噛みました、あらゆる無茶ぶりに対応していこうっていう勇気あるコーナーです。かわいいな。あのリミットは全て1分だから、うまくまとまるように頑張ろうな。はい、それじゃあ早速いってみましょう。全然言えてない。さあ、よし、じゃあまず、キャラクターだね。はい、こちら、はい、ミスティネーム花子さんからいただきましたキャラクター。ほう、砂漠の石油王。おお、砂漠の石油王ね。アラブじゃないですよ。アラブじゃない、砂漠の石油王。はい、僕のキャラクターいきたいと思います。これだ。ミスティネーム掘りたてお芋さんです。これはキャラクターじゃないですよね。うん、うん、掘りたてお芋さんで、うん、キャラクター、うん、カーナビ。あ、なるほどなるほど。じゃあ性格いってみましょう。はいはい、性格ででんと、うん、ミスティーネームトータさんからいただきました、ありがとうございます。性格超ネガティブ。超ネガティブな砂漠の石油王。お金は持ってるけどみたいなことですか。そうだね。僕はこちら、ミスティーネームキクラゲさんです。俺なんで食べ物ばっか出るんですかね。本当だね。うん、性格、うん、自己中心的。おお、これちょっと形になりつつ、なんかなりそうな気がするな。うん、お題ですよ。はい、お題がですね、ミスティーネームチナピチさん。はい、修学旅行の夜。夜な、まあまあまあね。そうか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 。はいはいはい、わかりました。はい、よし、それではそれではいきますよ。超ネガティブな砂漠の石油王と自己中心的なカーナビによる修学旅行の夜。用意。目的地を設定してください。どうしようかな、なんかやっぱ石油取れちゃったからな、奮発してなんかベンツとか買ってみたけど、でもなんか事故ったら怖いよな。早くしてください。はい、どうしようかな。じゃあちょっと、そうだな、修学旅行生がいるようなところにちょっと行ってみようかな。お断りします。お断りするの?あ、そうだよね。だってもう夜だもんね、夜だもんね。修学旅行生とかだって京都いないもんね。どうしようかな。やっぱり今日、やめます。出かけるの。お断りします。私、鹿公園に行きたい。じゃ、奈良もダメですか?シモさん、どう、なんか妙に早く終わらせようとしてたの、どうしたんですか。自分の中でもうダメだ、砂漠の石油王が出てこないと思って。ちょっと難しいですね、ネガティブにすると、うん、このちょっとなんだろう、じゃあしかもね、ゆうたんが完全にカーナビに徹したからね。カーナビに徹しましたね。徹したよね。そうだよね、修学旅行の夜をどうやって処理しよう、って思っちゃった。うん、今日はすいません、私名のせいで惨敗でございます。今ちょっとお題は良かったですね、これね。お題は良かったんだけど、いい組み合わせだったんだけど、組み合わせは良かったんだけどね。はい、そうですね。じゃあもう一回言いましょうよ。もう一回行こうか。はいはい、はい、じゃあ行きますよ。はいはい、もうめげない、めげない。このコーナーでめげることはもうやめた。そう、やりきることが大事です。そう、こういうコーナーです。こういうコーナーです。それじゃあ行きましょう。はい、ミスティネームゆりえさんからいただきましたキャラクター、舞子はん。ああ、今ので出てたらまた違ってたかもしれないですね。そうだね。僕いきますよ。はい、こちらタレン、ミスティネーム眠り羊さんです。はい、キャラクター病人。お、病人。病人とマイコさん。はいはい。では性格いきますよ。はい、ミスティスタッフからですね、これはね。常にイライラ。常にイライラ。なるほど。僕の性格こちら。ミスティネームツックン、うん、バカ丁寧。バカ丁寧だそうですよ。バカ丁寧ね。これ難しいな。はい。うん、じゃあ、お題ゆうたん引いて。はい。お題は、こちら。こちらは、特にないですね。もともと入ってたやつですね。うん。お題、空き地でリサイタル。なんだよ、それ難しいな、おい。じゃあ、ちょっと待って、大丈夫かな。ちょっと待って、ちょっと待って。少し整理をさせてくれ。エチュードですから。そうだね。
とりあえず空き地でリサイタルってことを考えて、あと自分のキャラクターさえ把握して、よし、あとはもうしくじるだけです。そうだな。いいか。はい、行きましょう。よし、それじゃあ行きますよ。はい。常にイライラしてる舞妓はんと、バカ丁寧な病人による空き地でリサイタル。ちょっと、もうしくじっちゃったよ。もうしくじっちゃったよ。早い早い。うん。常にイライラからもう一回行こうか。これみんな聞こえてるか。このやり直す感じ。うん、じゃあこんな感じで、うん、行くぜ。はい。常にイライラしてる舞妓はんと、バカ丁寧な病人による空き地でリサイタル。空き地に来たけれど、お客さん誰もおらんやん。なんでお客さん誰もいないの？なんで私の前を見てくれ？お客さん？ねえ、お客さん？あ、すいません。お客さん？私がお客さんです。すいません。お客さん。おっと。もう何でもいいから、とにかく、舞うから、舞うから。あ、いや、一緒に遊ぶ、一緒に遊ぶ？空き地で。空き地で。ちょっと、いいっすか？なんで咳してるの？あの、舞妓さん。なんで咳してるの？舞妓さん。病気？ねえ、病気？病気？なんで病気なのに来るの？ちょっと今日は、僕が、ここで歌いに来ます。なんで歌うの？なんで歌うの？私の踊り、私何？その裏で踊ればいい。ダメだ。踊ればいい。遊ぶ。どうする？遊ぶ。僕歌えないから、ちょっと、マイクは代わりに歌ってください。歌うの歌うの、はい、歌うの。じゃあ、そうやな。うぅ、あと、全然歌わせてくれやん。歌ってください。じゃあ、行きます。じゃあ、あたいによる、ホスピタル。聞いてください。時間考えてよ。お前、そのタイミングで振るなよ。なんで、歌といえばヒロタンだ。あと10秒で何やれっつんだよ。いや、10秒あったら歌えるよ。タイトルも出てこないよ。だってもうそんな。タイトルから言わなくていい。今までだって自分が歌うっていうから、じゃあ俺はその後ろで踊ればいいのかなと思って。だって、舞います舞いますって言ってるからさ。舞おうとしても咳で、だって歌うっていうから。そしたら俺もう、チントンシャン、チントンシャンみたいなことしかできねえなと思ってたの。そうさ、ヒロタン別にイライラしてなかったよね。なんか。イライラっていうか、せかせかしてた。ただ、うるさかった。だって、ゆうたも咳しすぎやで。そうだね、咳しすぎだね、うん。病人のアピールってだって、音ってそうするしかなくない？まあ、あとはもう喋らないかだよね。それ、もうずっとだから。ダメじゃん、ラジオでそれ。すいません。絶対わかんないよ、そんなせかせかしてる人と一緒にいたら。はい、ということで、もう、惨敗です。惨敗です。はい、惨敗ですけど。終わり？終わりだって。終わりだろうな。惨敗で終わりだよ。うん、まあ、でも、うん、次回も頑張りたいと思います。まあ、こういうコーナーだからな。そうですね。うん、はい。ということなのでですね、まあ、各コーナー宛てにお便り、募集しておりますので、送ってください。お願いします。はい。最後に、下野紘で、ホスピタル。病気をしたならば、病院に行かなきゃ。絶対、ダメだよ。健康第一。お医者様に見てもらって。なんかすごく途中で切って次行こうみたいな感じにしたかったんだけど、やっぱこの人歌作る才能あるわ。